北北の誠の深夜の雑談どうも皆さんこんばんこばは北誠です不定期番組「北野誠の深夜の雑談」その名のりゲストと共に深夜にじっくりと雑談する番組でございまして2022年12月ということでございまして今年最後のゲストはこちらです。 どうも島田秀平ですお願いいたします。はい。もうあのね島田君には僕お礼言いたいことがありまして、ね、なんでですか。ガチでお礼言いたいことがあってね。はい。実は僕はあの50歳の時金銭して51の時かな。はい。テレビに復帰した時にその時に復帰した時に出たねあの昼間のカンテルのなんか昼間のワイドバンあハピクルっていう番組ですか。ハピクル。そう。覚えてんね。はい。春乃愛さんが MC で。そうそうそう。バービーちゃんなんかもいて。そうです。そうその時に僕島田秀平君に。 お会いした時にもうさすがに50で1年間謹慎してもうなんか人生の中であれほどなんていうかな不安に満ち溢れた時はなかったよねはいその時に楽屋であなたにテスを見てもらったら大丈夫ですよと言ってくれたよ本当ですかいやあれはね僕の中ですごいよく覚えてていやなんか大丈夫ですよなあのまこいやあのこの間の放送でも言ったけどなんか強運で「 なななんんかか常になんとかなってますよ今で言われてそれをすっごい覚えてて「あそうなんや」と。えー、俺はいずれ「なんとかなんねんな」と。<laughs> だって手相でもなんてだったってね、うん、あの生命線が3本ありますから。そうやねんねでマスかけで,、はい、で周平君が俺に「いやまこさんって常になんかねなんとかなってきたはずですよ」と言われて <laughs> まあ言われてみれば50年が生きてきて。 大概俺あの体も弱い子やったし小学校の時も本当にずっと体弱くて腎臓病にもなって入院もしてるし、えー、ほんまに体弱い子でうちのお袋は小学校行くまでなくななるんじゃいいかかいらい体弱ろよ、えー、そんな子やったからそれでもなんとなくこうやりながら芸人になってそれなりに仕事してきてなんか確かに言われてみれば。 強運といえば強運やねんなと思ってて。いや、うん、あの生年月日とか、名前の画数見ても、うん、まあ、き、はい、強,強運。なんとかなっちゃう,っていう。です <laughs> よね。はい、だから、俺、あの時。これからさすがに、ちょっと厳しいなと思って。ほんまに二年、謹慎してから、<laughs> あと、それ、あとこの CBC 決まるまでの間も。本当に、なんか。大事、でも。島田君に言われたから。 なんかこうやりながら、まあ、なんとかいずれ長尻合うのやろなと思っててんけど、まあ、それはあと CBC 決まったから非常に自分の中で安心してんけどねいやそんなもう尊敬する大先輩にそんなふうに思っていただけたなんてなんかすす光栄ですだからガチで島田秀平君のあのテルの楽屋で言ってくれたことが。 これにとっっってててちょっと一つの安心になっててねいいやももう何度も言わせてください生命線3本ありますんで、はい、あの誠さんは「あの殺しても死なない」っていうケモンですからケけンなんかはい,いやでもあれから何か知らんけど <laughs> そうあそういうでほんでほんで今回ねこの「トと不運の正体」ってのはこれ出,<あ>出たでしょ本出させていただきました、はい、でこの本読んでた時にあそうかやっぱり人間ってあの知らん間にこのやったらあかんことやる時あったりとかするけど 不運の切り替え方とかいろんなことあんねんけど、はい、俺謹慎中にさほんまにいらんことばっかりし,たよえ何してたよ。つまりあのまず謹慎してる時に、はい、まず一つまず思ったことがカボと FX で送り人になっておこう。<ー> <laughs> あれでもなあの島田君ね、はい、あの思うわ。ええ、人間っててなな、はい、運気落ちてる時な 余計なことあれほんまに思ったああ<ー>いやあかん時って人間ってあがくやんか、はい、で俺自分でワインバーとかをあの小学校中学の同級生とか高校の同級生とかみんなで事業を立ち上げてんけど、うん、まあその時それも含めて金なくしたねやっぱりあ,<ー>でああいう時って運気の巡り悪い時はようわからんことを手出すな まあしがちなんでしょうけどねでもやっぱりそれはあんまりやっぱよくない、ね、ああくな,いな、えー、自分で運気が落ちてるのを認めたくないのよね。 そういう時ほどやっぱ着実にコツコツとっていう何か大きなこうね大逆転を狙うってことはやっぱり良くない方に行きがちですよねめっちゃ大逆転狙った <laughs> <laughs> ブンブン振ってた <laughs> <laughs> まあ、ね、それが人間なんですけど難しいですねいやだからよくねあのほんまに ああいうのって芸能界ちょっと仲間もね今パーンとやられたみたいな感じになってたからでもこんな時に次復帰した時にまあ謹慎はいずれ開けると思ってたからまあ1年とかぐらいで開けるんかなと思って開けた時に「いや実はかぶとか FX やって送り人になっちゃいました」って言ってニコニコ顔で出てこもったから全然うまくていかないんだ <laughs> <laughs> ああそそんんなことがあったんですねねうやね<ー>だけどほんまにその2年間ぐらいで本当に金も一気になくなったし、えー、どうしようかなとガチで思ってたぐらいだからただそこからまたこうグッと上がってくるわけじゃないですかはいはい、はい、これ何どういうことで慣れたんですかいや いやでもまあこの CBC ラジオのおびやらしてもらって仕事来た時に、まあ、1からもうとりあえず一からじゃなからリセットやなと思って<ー>今まで自分がやってきたキャリア、まあ、テクニカル的なもんはもうそれは身につくけど、はい、キャリアみたいなのは一変捨てて、えー、この愛知県で生きていくために、まあ、リスナーさんと毎週飲むっていうのやっててんけどそれ今、まあ、ずっとコロナ前までやっててんけど398回リスナーさんと飲むのは。 これはもうもう一ん俺のなんか自分のキャリアをゼロからリセットして皿、はあ、らからやろうと思ってまっさらからで積み上げていったんですねそう積み上げないもうだから俺があ俺は北の誠やでとかいうナイトスクープやってたりとかそんなん全くもう一切忘れようと、はあ、もうこれまでの人生は一遍俺の人生の芸人人生は一遍終わったからと、うん、それを自分に言い聞かせようと思って。 いや僕ねやっぱ常々最近思うのがスタートも大変ですけどリスタートってもっと大変じゃないですかリスタートは大変やで生実家その世界のことも知ってるしテクニックもあるしなそうなんですよねだから何かこうただのスタートの時って怖いもの知らずというか知らないからこそやれちゃってたという原動力もあったりするんですけどリスタートってねま僕もそういう年代になってきましたけど すごくリスタートされてる方たちに対してのこうリスペクトがやっぱすごいんですよ。リスタートはほんまに難しかってまあ、たまたまね CBC ラジオが帯でやりませんかいう話が来てくれてほんまにでもそこからリスタートやなと思ってでもだいぶ自分をどういう風にすんのかってだいぶ悩んだけどね。<ー>でも今までの自分の仕事のやり方は。 もう絶対俺間違ってるわと思ったんであ、そうなんですかいやもうだから今まではそうだけどまあどこ行っても、ええ、まあ一応ねナイトスクープやらしてもらったりトナイトやったりとか全国ネットの番組やらしてもったから、はい、それなりに顔は売れてるやん、はい、でもそれなりに顔売れてるけどだからなんやねんっていうところでもう でも愛知県の空が別になって大阪弁やし愛知のことも知らんから、うん、だからもっぺんリスタートしてたらも愛知にちゃんと溶け込まなあかんわと思ってでもなかなかねその実績を積んできた人が、うん、またそこからっていうふうに言って、うん、いろんな部分でいやもう葛藤があるし、ね、いやもう難しかったねと難しいっていうかモペンもっぺんもとりあえずまっさらからやろうっていう決めたの決めるのに決めてから そう思い込もって思い込まないとなかなかあれ人間の意識って改革できへんよなと思ってそうですよ、ね 1> うん、その1年2年っていう中でまあ今思ってその,その大,大事な時間にはなってるんですか、うん、ないやだからその頃やった経験とかでワインバーとかやろうとしたとか、はい、やったこととかでそれはそれで今となっては水商売の仕組みとか飲食店の仕組みとか大体もう2年間でノウハウ分かったからはい、はい、ああだから今は ラジオで喋ったりするとあのちゃんと分かってはんなこの人ってなみんなが話す合って <laughs> 金だいぶなくしてんねんもう, <laughs> もうほんでなんか従業員との接し方も含めてなんか思い込みだけでやって計算できてなかったやなと思うんだけどねでもそこでこう自分の中でこうやっぱこういうふうにやっていこうとか、うん、気づいたこととかってあったんですか 共同経営はは絶対してあかんなと思ったはは一つは、ええ、3人とかでみんなで出資してやるやんか、ええ、もうねあのそんなんじゃないと思ってるけど友達とか言ってても仲良かったとしても金からもと人間って大変やなと思ったら<ー>、うん、自分のよく出てくるとか我が強いやつとか出てくるから、ええ、俺なんかどっちかととあのま,、まあ、まあ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 って言ってあそうて、ね、仲良くやっていこうやっていう世界やねんけど、うん、やっぱ。 3人でも派閥できたりするっていうのもよく分かったし<ー>、うん、計算してても計算通りいかないしもうなんかもう毎日だからあれほんまにようあの時俺なんか意地で生きてたけど鬱になるんちゃうかなと思ったぐらいいろんな不幸が度重なってた、うん、心もだから限界ギリギリのところで踏ん張ってらっしゃったわけじゃないですかギリギリ限界やったななんかやっぱりその謹慎ってすごく人生の中でドーンとくる、はい、ドーンってくる。 人の見え方も変わってくる,変わってくるしでやっぱりそれまでずっと何て言うのかなこの仲良くしてたメンバーもやっぱり一瞬離れるから、はい、でそこにあのなんかそこまでさ,あのさほど親しくなかったのにあのその時になって親しくなった人たちが。 またたた違う人たちが俺を支えてくれたりする<ー>だからその頃まで調子よくて付き合った人と離れたりとかしたけどまた親身に僕のことを考えてくれてる人がまた出てきてその人らにすごい感謝してるとか。えそういう時にすごい支えになったとか、うん、って言葉とか人っていました、うん、いやあのねいやかまたそのだからその頃支えてくれた人たちがあの、まあ、今の僕の周りの中で言ったら。 あの漫画家の広金先生とかね<ー>島耕作の,、はい、の,あの島耕作さんのマネージャーやってる人が僕をすごい支えてくれたんで,、はあ、で島耕作の広のの金先生とよく飲んだりとかその時いろいろ教えてくれたりとか別に金小遣いくれるとかそんなも全然ないねんけどうん、うん、時々飲んでたら俺をリフレッシュさせてくれて<ー>大丈夫大丈夫とかいう話もしてたりとかそ,んな、ね、その頃知り合った人がまた今になって。 うちのラジオに出てくれたりとかしてるから。うん、人間ってどこでどうなるかわからんな。そうですね。うん、僕はあのお笑いでずっと漫才やってたんですが、うん、うまくいかなくて解散になってしまう。で、その後、まあ、何か表紙かわかりませんが、手相にこう出会って。仕事がやっとこうもらえるって時代が来たんですね。ね、はい、ちょっと俺、それ聞きたかった。はい、手相って、最初、そのなん、なんとかの母っていう人、はい。原宿の母。その人に、まあ、気に入られて教えてもらうけど。手相って、まず、何から。 スタートするの勉強ってまずあのー、原宿の母がやっていた占いが先生術と、うん、まあ手相だったんで、うん、まずそれを教わったんですね、うん、でまあ、手相って一番こう気軽だし、はい、いいなって興味を持ったんですねうん、うん、でまずやったことは母から教わることと同時に まず手相と名のつく本を全部読んでみようそうすると流派によっても違うし時代によっても違うしとか、うん、でそんな中でちょっとこうでも同じようなこと言ってるなって部分を自分の中でこう集めていって<う>であとはもう人の手を見まくるっていうことです、ねあ。なるほどねでやったのがまず街に出て、うん、よくあの「あなたの似顔絵描きます」とか「<laughs> <laughs> 言葉売ります」とかっていう人の横にいてああ無料で手相を見ます、はいのでまず手をバーって見て。 で見ることよりもお話を聞いて、うん、でその中であこういう人生の人だからこういう線があるのかっていう<ー>まずデータを貯めていくわけですよ、ね。<ー>でそれ以上僕ラッキーだったのが、うん、僕は芸能界にいたわけですようん、うん、なので芸能界にいると例えば会う前から北野誠さんっていうとこういう人生の人って分かるわけじゃないですか。 シンガーとして活躍されてバラエティーの方にもっていう何歳ぐらいで結婚はこの時にしてとかっていうのを知った上で見られるんでめちゃめちゃ答え合わせできるんですよ。ああそうかで和太鼓さんの手を見て、はい、ああ手相で見たらこの辺でこうなってるような天気迎えてるような分かってくるもんね、はいはい、で写真撮らせていただいた後に家に帰ってウィキペディアでそろそろ人生とこう照らし合わせて、はい、ああなるほど まあ言い方悪いですが離婚されてしまった方に共通してやっぱこの線あるなとかあ,あ,あとは AKB グループとかアイドルで活動してる人ってなんでみんな同じ線あるんだろうかとかえそうなんやあ宝塚出身の方ってみんなこの線あるなとか気づいてくるわけですよえ面白いねそうするともともと理系だったのでもうデータでじゃあこういう線がある人はこういう系統こういう系統じゃあこの線のことを何々線 ナルシスト線とかあでそういうふうにして自分のオリジナルの線をつけていたわけねあれもやっぱりこう手相って僕が習い始めた頃って。うんうん 本屋さんに行っても端の一番奥のおどろおどろしいコーナーにあって、はい、<laughs> どっちかというとオカルト系の本やろでテスのになるよ、ねはい、本の表紙もなんかこうちょっと不気味なやつが多かったんですよ。で買う人っていうとなんかちょっとすごくオタクの人か、ねはいまあ、占い師かぐらいだったんですけどテス、うんまあ、を勉強すればするほどこれめちゃくちゃコミュニケーションに使えるじゃんって思ってたんですね。なのでそういうい時に 例えば「金星館」とか言われても分かりづらいけど「エロ戦って言ったら一発で分かるし「不思議ちゃん戦って言ったら分かるしっていうのでそれは母といつも相談をしながら「こういう名前にしてもいいですか?」って言って OK もらったやつをつけてったって感じでした。ってほかいろんな人の見たら共通のんんが出てきたりすね僕本当変態だなと思うのが今手相もいろいろこうね見させていただく中で今犬飼ってるんですけどワンちゃん大好きなんですよ。肉球相 肉球占いできたら最高だよなと思って今ドッグランに行ってはもうワンちゃんの肉球見まくってるんですよ。<laughs> で飼い主さんにどんな性格ですか、なんて聞いたりして。ただまあ手相ってこう線ですからね、人それぞれこう違いがあるんですけど、うんはい、肉球ってどれも丸いだけなんですよ、ね。うん、全然差別化はかれないんですよ。マホドさん船。船内からなね。難航してるんですよ。難航してん,してんでじゃあどうしようって中で、じゃあ鼻の模様、肛門の形、肛門の色模様でとか思ってやってるんで。はい、それも健康診断。そうそう <laughs> 最近僕あの、ドッグランで、ずーっと犬の肛門をかけてるんですよ。 ただ変態ですよねでも AKB とかアイドルはやっぱアイドルのなるような線が出てんのりありましたね大きく分けて僕は3つの線がやっぱあったなと思って一つがマイペースというか自分の道を貫くっていう意志が強いっていうグループの中で活躍するこれ宝塚の方たちも皆さんあった線なんですけどもう一つがよちよち線っていう子供っぽいでも好奇心旺盛っていう線 もう一つが不思議チャンセンっていう、うん、ちょっと天然系なんだけど、周りを和ます、まあ才能がある、ね。もともと花があるような感じの、ね。えーえー、はいはい。これが皆さんほとんどあったんですよね。えー、面白いね。やっぱりアイドルっていうのは、ね、皆さんにそういったね、存在であって、うん、皆さんに夢を与えて。あ、じゃ、こういう線があると、そういう質があるから、向いてるんだなとかっていう。うん、はいはい。はい。そういうのわかるんやね。面白かったです。面白いな。え、でもそれ。 しまた主は自分のこの手相はどどういうふうにこれがもうねこれでもほとんど占い師の方とかは自分のことは占えないって言うやんいやもうあれ大嫌いなんですよ俺もああいうふうに言うや人言い訳ですよはいはいはいあの全く見れますよあの自分で見てますで自分で見てあの本を出す日を決めたりとか引っ越す日を決めたりとかやってますあそうなんやまず自分を実験台にしているんですけどただ僕の手相って本当に あのシンプルというか、はい、普通の手相だなーなんて思ってて、はい、ただあの手相って変わるんですけど、それびっくりするのが毎回ですね、うん、年末年始になると、うん、あの手相を見すぎて目が疲れてるってそれが出てくるんですね。<laughs> わ本当手相って変わるんだって思う瞬間。<laughs> はいはいはい。僕もちょっと今日改めて見てたらちょっと変わったなーと思う。何年か前から変わってるわと思、はい。そうなんですよね。線伸びてるわこれ。<laughs> 今日あれこんな伸びてなかったでしたからと思いながら。 それやっぱり10年前から比べたらね、うん、はい、はいだいぶ変わってんやなと思うけど、ね。け、えー、うん、面白いね、でも、そういう考えと、<laughs> でも、いや、俺は基本的に占いを信じる信じないよりも。占いって確実に統計学やと思ってるので、えー、その、つまり、その傾向が出るはずやとか、生、えー、年月日やったらね。はい だよくあの昔上岡に歌う人がね人が仕事やっておられた頃は占い師がボロクソ言ってたけど、はい、俺は統計学やと思ったらそうおかしくもないやろと <laughs> まあただやっぱり距離感は大事かなというふうに思ってまして僕もがっつりはまりすぎてしまうと危険だなっていう,うあ,あんまりはまりすぎるとあの行動が占いに左右されるとやばいなとうそうなんですよね、うん、もうこの方角はやばいからか旅行行く時も一回こっち行ったからこっち行くとか <laughs> 今日はごめん いい日じゃないのとかね。それはもう良くないと思うんですよ。そうそうそう昔おったおった。ですよね。昔女の子でおった。今日はちょっとその飲み会行かないんは今日いい日じゃないからっ、ね、どういうこと、<laughs> どういうことって。<laughs> <laughs> なので、ね、まあ、あくまでも自分がこう楽しく暮らしていくための一つの参考程書、はい。アイテムぐらいにしてよね。ちょっとなんか運気悪いな、またちょっと見てみて。あ、これはちょっと気をつけた方がいいなとか。その予防策でもあると思うんだけどな。ただ、最近のその占いの番組とかがあったりすると、うんうん、やっぱりこうすごく。 信仰心ぐらいいな感じででハマってっててしまう方もいたりすするんやっぱ占い師の言葉って影響力も持ってしまいますし、はい、であと僕も怖いなと思うのが占い師なんて誰も免許持ってないのに、はい、勝手にこう乱してなんか当たる当たるなんて言われたら、うん、みんなが先「先生先生」って呼び始めると、はい、どん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 勘違いしてくんですよ。<ー>占占いい師が占いに食われるってことなんです でそれが本当に危険だと思うんで僕はよくバラエティー番組とかで先輩から「うん、おいインチキ!」とか「うん、まあ全然当たってない詐欺師じゃねえかよ」って言われたりすることが大事かなってああそうやねはいあのそうまあだからまあ昔ね生きてられた頃の細井和子さんの番組も俺も呼んでもらえた時あるけどね、えー、あんたはもう,すあもう細井さん当たってなかったと一つ思うのは「はい、ネプチューン」の番組出た時に「えー なんか俺その時も株やってたけど全然株儲からんなと思ってる頃に <laughs> なんかちょっと一時儲かったでまだ、あ、今トントンやけどなっていう時にテレビで「あんたらねぶつうねあんたら3人来たらこと舐めすぎだよこの人株でね裏で大儲けしてんだよ」<laughs> いや,いや世間的にイメージもあるし実際儲かってないし。<laughs> と思って <laughs> まあ、あの細木先生は分からないですけどねやっぱ本当にねあの裏側言ってしまうとね本当によくないこといっぱいあって本番前にパパって楽屋で誰かが話してたのを小耳に挟んでいて、はい、で急に本番あたかも占ったように言ってしまう人とかあとは番組スタッフに過去のこととか全部調べさせて。めちゃくちゃゃく調べさせる時あよねあのもう本当 ファンクラブの解放とかも何かやってそれも選んでこう見といて、うん、あなたこうだよね過去こんなことあったよねみたいな、はい、ななっってるってるるよねでもやっぱり、うん、っぱ占われた本人とかもやっぱ結構言われるのが「はい、いやあの全部俺過去自分が言ったことなんだけどあれ」<laughs> <laughs> あの場では言ったけどあれどうなのかないや、まあ、でも一応テレビの番組なんか合わさなあかんからねだからもう申し訳ないですしなんかそうやんな俺も細木さんに言われた時俺も「いや株儲かってないんですけど」ってでも言われたらさ儲かってるふうにせなあかんから大変やなと思ったんでだから僕はちゃんとあのもうめちゃめちゃ外してるんで、はい、すいません外しましたっていうのを言っていこうと思ってるってあそれはええ心がけですねだからもうねなんかと思いますね、はい、そうですね その深夜の雑談。あの島田秀平君は？ 心霊スポットのロケとかやってた以前やってましたけど僕単純怖がりなんであと最近コロナ禍であんまり行ってないですけど本当一番最初に行き始めた番組の時にはディレクターさんが「ちょっとまず打ち合わせするぞ」ってその時にある映像を見せされましてそれが「お前ら行くなこれがお前の教科書だ」って言ってあれをもうしっかり「ここなんだよ北野誠のこのリアクションなんだよ」みたいな。 らたなりましか今ね心霊系 YouTuber いっぱいいますけど、はい、まずあれ見た方がいいよ <laughs> あれ教科書だよって言いたいですよね。あのトナイト2っていう番組で、はい、本当にあのやることがなかった時に <laughs> そのスタッフが「ちょっとまこさん怪談とか心霊系好きですか?」っていうから「いや俺大好きやで」って言ったら「じゃあ。 あの「心霊スポット行く企画立ててもいいですかね?」って言われたから「全然ええよ」って言ってほんでその時にあの心霊スポット行く時に最初に日のひな形は北野誠とで「トナイト2」はグラビアアイドル、はい、まずねそれ横に相方としておってあのもう一人が、えー、だい,たいあのー 霊媒師、はい、霊能者の方、ね。霊能者。はい。がおって、これが一つの雛形な。あれ、<laughs> トゥナイト2ーの雛形な。あれ、そっから始まって。んすあ、そっから始まって、ね、あれを見た。その当時の、あの見てた西浦和くんが、<ー>あれ見て。あの、あれが、おわ、トゥナイト2が終わった時に。あのもったいないじゃないですかと。 あれをテレビでやりましょうよって言うたんがお前ら行くなにつながんねんけどねあれ本当よくできたシステムなんですよねよく考えるとね若い女性の方がキャーって,てキャー言てんで俺がまあ進行する、はい、で霊能者が何かサジェッションするあそこにいますよやっぱそうだったんだとかそうだったんだっていうのが決まってましたからねでその時にやっぱりこう心霊って怖くなりがちなものなんですけど、はい、誠さんとかがマジでもうリアクション芸人かのごとく <laughs> <う>顔の表だからねあの僕の周りでいたのがあの お前ら行くのは怖いんだけど、はい、誠さんの顔で笑っちゃうっていう。<laughs> だからバラエティーでもあるんですよ。そうです。バラエティーです。僕はあんまりそのガチモンの心霊をトゥナイトの頃から笑い入れたかってしょうがなかったんで。<laughs> でもそういう入れ方できるんだっていうね。うん、いやだからですよ、ね。だからトゥナイトツーなんかでね、<laughs> ほんまあのその霊能者二人とグラビアアイドルが来て。はい、で当時池田貴族君。はい。 もうなくなっっちゃったけど、ねはい、池田貴族もちょっと見えるっていうことで、うん、僕と池田貴族とグラビアアイドルと霊能者っていう組この6人ぐらいのワンチームで行くねんけど、はい、このね霊能者がね2人おんねん男女おんねんけどはい、はい、女性霊能者が。 取これが一番困んねれリ一クションっ <laughs> <laughs> だって急に「うおお!」とか言うて着物着たまま地べた転がんねんで、ね、<laughs> そんなら横におるさ、はい、白い着物着た男性霊能者が除霊したらええのに、ええ、そいつが俺に向かって「ええ、北野さん早く早く何を早くやれと <laughs> 俺に何を求めてんねんだ北野さん 早くくげてください,いや <laughs> 俺違うって俺大麻師でもなければ除霊するやつでもないや <laughs> なのに俺がその女の背中を持って「あい <laughs> ! <laughs>」とかすることで「えいえい!」とかやんねやんか <laughs> ほんな急に「フッ!」ってなって「

だったんですね、うんで。あの人本当に変わってんじゃないですか？うん、僕がね。心霊スポット行ってもう誠さんばりにですよ。トンネル入って、うん、ああとか言いながらはい。ちょっとここ,ここ怖いですね。あ、なんかあの水すあすあ、それちょっと顔に見えませんかそ。あのすす水滴かみたいな。はい、で、なんとかこう。怖い感じを演出してる時に島田さん。そんなことよりもここに。 珍しいキノコが生えていますよ。<laughs> いやいや今いやいや今今キノコ関係ないからみたいな。<laughs> で横にいるそれこそアイドルの子がもう笑っちゃって、もう笑い待ちみたいな。でちょっとテルさんもう今キノコ関係ないから怖いモードでお願いしますね。はい、あわかりました。はい、いやあここ,ここであこあ怖いあここですねテルさん怖いですよね。そんなことよりも。 お金が落ちていました。いや、お金関係ないからみたいな。<laughs> もうね。あの大島てるさんさ。あのおちゅうがあった時に。はい、おちゅうのね、あの、一コアとかね、大コアグランプリ出た時に。<え>俺、大島てるさんって、なんでここに出てるんだなと思って。<laughs> で、あの、そう、めちゃくちゃ、事実を積み重ねてるけど。はい、あの、て。 いやいやまあ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 。ないだってあるがまま事実を言ってるやん。<laughs> はいはい、だけどあれ、タニストやっててね、事故、ええ、物件と大島るさんってのは、この淡々と積み重ねて、そういうのをやっていくと面白いっていうね、一つのなんか何かが見えてきたりするんだけど、はい、ただ単に自分だけで和芸で、なぜ大駒に出てんのかと <laughs> まあ、それは多分あのオファーがあったからなんるよと思って <laughs> 俺この前だってあ,のある番組の時に大島てるさんがまああの来られて「すみません第一声充電させてもらっていいですか?」って言うんで「あーって思ったらなんか携帯と思うじゃないですかすごいでかいバッテリーでそこまで乗ってきたあの電動機付き自転車のバッテリーの充電だったんですよ。リアル出川さんかと思いましたよね あの人ほんまに面白い,よ、ね、いでちょうど充電終わるまでは帰らなかったですからね、はい、なんかいろいろ話してて,して充電終わったらすぐ帰りましたからね <laughs> にでも本当にあの心霊スポットとかも今もう YouTuber がなんかいろんなことやってんねんけどもうちょっとみんなねもうちょっとあの考えた方がいえよと思うわほんまに。<laughs> ちょっとやりすぎやろと思うしね。やっぱり一回ちゃんと王宮見てから、あこういうものなんだ。お前らの役なみたりとかなんかみんなの見てね、みんなのロケ見てからこの形をひらがた作ってあげてるやろ。はそれはあるよね。こう麻痺してきちゃうんですかね。いやだか簡単にま今スマホで撮れちゃうっていうのがあるからみんな簡単にいっちゃおうって思っちゃうねんな。えまあ本当にいろいろ起きすぎですよね。起きすぎじゃ起きすぎやね。 そ起きんって <laughs> もう10回行って1回か2回起きたらってことですからねそうやねたまに、はい、ほんまにガチで僕らの時も松尾鉱山に行った廃小学校は本当に怖いことがいっぱい起きて、えー、それは面白かってんけど、はい、それ以外そんなに起きへんで変なね変な物とするとかはねまあまあよくあったけど、えー、でも俺は今まで「トゥナイト e 2で一番ガチもんでちょっと怖いな思ったんは。 あ,の新潟にあるホワイトハウスあ、はいはい、有名ですね有名あれ僕らが僕と僕ら「トゥナイト2」が行って一気に有名になってるん、ね、あまあもともとどんな話やったらまあ,あの海岸、ね、新潟の海岸沿いにあるちょっとした2階建ての一軒家で,、はい、2>, で2階に上がる階段がなくてで、まあ、2階の窓を全部割れててあの鉄格子が、うん、あの鉄がほんまに壁に埋め込まれてる。 窓窓やねん窓枠やねんね枠、えー、で1階と2階に降りる上がる家の中の階段がなくてまあ伝説としては、はい、そこにちょっとあの頭のおかしくなった女の子が閉じ込められてたけど、うん、ある時にあの完全におかしくなってお父さんとお母さんを殺害してそれもどっか行っちゃったとそこではお父さんとお母さんが実際に殺されてると言われてるのがホワイトハウスやねん。 実際においらが「トゥナイト2」で行った時にその時に確かの時に長代千種さんかな、うん、一緒に行ってたのがすごい方と言ってますね<う>プロレスラーのプロスあそうそう長代千種さんあっ茶わ井上京子さん井上京子さんレスラーですよねレスラーの井上京子さんと俺とあのグラビアアイドルのことをみんなで行った時に車二台で行って行く道中からトラブル続きで、ええ、ほんまに行く道中いきなり前のこのロケ車の,あのカメラマンらが技術が乗ってる車が いきなり止まって、ええ、でもなんか全然動かなくなって、バッテリーが急に上がったとか言って。で、ホーンのいきなり鳴り出すと、ホーンが止まらないとか。バ、えー、ーってずっと鳴ってたりとか。明らかにおかしいです。もんね明らかにおかしい。おねなんやかにで、エンジン切ってもエンジンが切れないんだよ。とかも、すごいことがいっぱい起きて、ど、行く道中で。時間かかりまくってて、新潟まで行くのに、おね、ええ、ついて、それで、あの、まず、あの、ヘッド。 ヘルメットかぶって上にカメラつけてあの井上京子さんとグラビアアイドルが二人で「まず行きましょう」って言って言ってん、はい、で行って行ってしばらくして入ったったらいきなりの井上京子さんギャー言いながら戻ってきて「なん、えー、で戻ってきたや」って「何があったやんや」ってたらこう入った瞬間にそのグラビアアイドルと二人ともにヘルメットかぶってヘルメットの上にカメラつけたまま入った瞬間に後ろからヘルメットコンコンって叩かれたって言うて。 言ってね、ほんまに井上京子はもうもう本当、まま、に,にないから帰ってきてき全力であんな強い女子レスラー、うん、でっかい女子レスラーがーそれで泣きそうになって帰ってきたりとかしてて、えー、ほんで撮影してでまあ1階と2階に残る階段はほんまになかってんけど外の外階段がついてたんで、はい、外階段から俺とカメラマンが2人だけで上がって。 で中に入ってねその当時あのスマホじゃなかったガラケーだったからはい、はい、あのポラノイドカメラで連写してたやんあったなパラに連写したらポラのとこに本当にあのオレンジの発光体がめっちゃ映んね一枚一枚、えー、えおオーブですか？<お>日ノ玉,玉ですーはーはーだから撮ってビート上がってしばらく見てたらえ？俺今俺らの前に誰もおらんのに <laughs> もうだポラノイドの半分がオレンジの発光体で消えたりとか、えー 撮ったポラ全部が何かしらなんかこの渦巻きの光の螺旋が映ったりとか <laughs> これがもうバンバンに映るのよ。ええ、んでこれって言ってでもうみんなでなんかそれ,それがポラトが映ってたらほんな俺とカメラマンの2人だけで「いや2階に上がってきましたよ」って時で1階でなんか悲鳴が上がってて。はい、なんかその1階で 井上京子さんとグラビアアイドルがまた別のお題の別カメで撮影してたらまたなんか井上京子さんがなんかヘルメット叩かれたーってまた言い出して暗闇の中でもうみんなパニックになってた、はい、ほんでとりあえずじゃあもうとりあえず終わって戻ったらもう東京着いたのが朝の7時ぐらいかなそれでまあその日は解散してんけど、はい、この話で僕そのことよりもめちゃくちゃ一番怖かったんでれすかそれ オンエアしたんやんな『はい、でトゥナイトツーって関東で11時50分から、はい、ほぼ12時やな、えー、12時1時の1時間生放送で九州は九州で1時から2時が生放送で,、えー、であの生放送は11時,が1時あの放送は12時から1時やねんけどあ12時から1時やなでそこから各地方によってずれんのよ時間帯が放送時間帯がその時にそのテレビであの見てて ほんでポラロイドカメラ俺が撮ったポラロイドカメラをガーッと何枚も放送で見せてねこんなん映りましたよ言うて、はい、ほんなら番組終わってから電話が殺到したのよ。<え>で何の電話なんかなと思ったら、はい、なんかこのロケやってる時の北野真が写真撮ってる向こうに少女が立ってたじゃないか。 えー、それがそのテレビ見てる人から5人中で聞かなかった、はい、もう100本ぐらいの電話があってあ<ー>しかも同じ,同じ場面のとこで俺がこの「これなんかこんなん映ってるよ」って言ってる北沼誠の肩越しの向こうに少女が立ってたじゃないかっていうのが100本ぐらいの電話だったよそれはだからもう偶然じゃねえだからもうなんか見間違いとかじゃないでしね見間違いじゃない。ねえ。 で俺らはそれ聞いたから、オンエアのやつをそのままもっぺんね、あの、残ってて、スタッフルームで、その時間帯見ててんけど、俺らには見えないのよ。はいはい,はい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 。え誰がこれ映ってる言ってんのと思って、全然見えないね、はい、ところが、今度、博多の九州の方で、九州朝放送でやってるのが1時から2時やねんな。ええ、ほなまた、その2時ぐらいで見た人らも、また電話があって、えー、局に電話があって、九州朝放送の、 実は俺がスタッフから電話あって「なんかこんな電話がいっぱい来てるんですけど少女映ってる方がもう一回確認してください」って電話があるから <laughs> でもそれ何遍見ても少女は映ってないのよ だから、まあ、テレビですからねたくさんの方見てますけど、はい、やっぱり何かこう受信できる方にだけお答えしてそうそうでもそうだからでもほんまに東京のテレアスだけでも100本ぐらい電話があって九州で映って東北であったから累計でなんか統計したらその次の,週,の,次の週か行った時に結局全国から1,000件近い<ー>少女が映ってるのになぜお前らは気付かないんだという <laughs> <laughs> お問い合わせ電話があったっていうんですよ。 でも何遍見ても俺らスタッフと何遍もそれ検証してんけどその,、ね、その次の週は「こんなことがありました」って、はい、もうっぺんそ,れそのやったやつをあのなんかやったよその先週この放送があった後にこういう反響があったんでもう一度スローで見てみますって言ったけどやっぱりこっち側分かれでもそのスローした時もやっぱり映ってるいないかってだ、ね、あ面白いな思議で やっぱり霊感が強い人だけ見られるみたいなそうなんですよあるんですねあんねんだからでもそれ俺らみたいに普通にだから俺らコマ送りでも見てるわけやからパッ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 パってねバックバック後ろで言うたらねスタッフルームでコマ送りでゆっくりゆっくり回しながら見てたわけやからそでも確かになんかぼやっとね白いもんは一瞬映るのよだけどこれ少女かって いやなんか僕最近聞いたのがです、ね、やっぱ霊感が強い弱いってあったとした時に、うん、ただ僕らからすると普通のもやに見える霊感がない人はと、うん、いうものが霊感が強い人からすると人に見えるとか霊感の強さによってそれが形に見えることがあるんだって話を聞いたのとあ、はいはい、あるる写写真真があったんでですすよ、うん、でこれどう見える、うん、気持ち悪いねそこにあのただのこう壁と壁の隙間の写真なんですが。うん 霊感がない僕でもなんかここ顔っぽく1個見えますねって感じなんですよでもこれが人によっていや3ついるよ、うん、いや5個いるよ、うん、いやもっと8人ぐらいいるよっていうそうなんですこれあの霊感判定写真なんですって言われて <laughs> 霊感強い人ほどここにもうなんかすごい数見えるんすそうや、ね、だからあれねようもめんねんけどあ,のありがと亜美ちゃんが前持ってきた茶屋町外団の写真も。はい いや、少なくともな、ペンが3つあったら顔に見えちゃうっていうのはまああるやんか。ええ、それ除いても、この写真は2体ぐらいおるよなとか言ったら、いや、中山さんが、うん、俺には見えんなっていうから、<laughs> やこれもう、しょうがないねんな。<laughs> もうあれ、もう心霊写真は難しいね。あからさまね。 変な写真見ててもでもこれは写真で写真やろうっていうのがあんねんけどいや僕なんか最近 YouTube なんかやってますと、うんはい、街とかで写真見てくださいとか、うんはい、撮れたんです聞いてくださいって結構あるんです一般の方から。うん、でそのすごい熱で、うん、よくすごいもうここ声が「ここでこうこうこう言ってるんですお願いします」って言っても全く聞こえないんです。けど 彼,女彼からしたら明らかに入ってるから僕にわざわざこういう、はい、そうそうそう見てもらいたいって思ってんけど全く聞こえないっていうのがあるんですよあそれもあんな全く聞こえないもあるからね、えー、言われても分からんっていうかな、はい、昔だ中山一郎さんとロケやった時にはほんまに中山さん全然全,然全く霊感ないから怒ったことあるもんちっとは見えるように努力しようと思わんのかお前はって言って。<laughs> 大先生です僕からしたらもう本当に <laughs> いや飲んないけどまあこいつはそんなにウケとさ <laughs> 見えもう見えへんからって言うでもあそこだから嫌な感じせえへん嫌な感じって心霊スポットずっと嫌やろ <laughs> もうなんかな <laughs> なんかな思いながらね,いねはいじゃ長梅つよさんで乾杯 <music> 北山本の深夜の雑談 <music> たまには会談かもしれん <music> いやーでもほんまにでもあの 島田君はもともと階段好きやったとか、はい、心霊スポットみたいな話も好きやったけどあれでもなんか小学校の時からやっぱりそういうの好きやってんな小学校のね担任の先生が階段好きの先生で階段を披露してくれるっていうね、うんうん、やっぱ面白いなってやっぱ思ったわけですよね。でもなんかこんなにさ世の中で、まあ、YouTube の存在で階段がガッと一気にさ広がったやんか。はい、でもも,うでも俺も大概階段聞いてるけどまあ 大概のパターンは出尽くしたはずやねんけどな。いやっ僕ちょっと今日、ぜひね、あの最近やっぱでも。階段をたくさん聞いてる中で、なんかこういう話が増えてきてるなって思う系統が二個あって。一、うんはい、つがね、あの最近あの時空の歪み系の階段多くないですか。時空歪み系増えたな。ですよね。増えた。 うん、なんかこうみんなはそうなんだけど自分だけ知らなかったとか、うん、そあそこにあったんだけどもうその家はなななかかったみたみいな、うん,なんかあのタイムトリップスリップしたみたいな話で、はいねまあ、森を抜けたらこんな変な廃墟があって、うん、こんな体験した。で 慌ててて逃げ戻った後日改めてもう一度行ってみようと思って行ってみたけど見つからんかったって話多いな多いですよんか特に最近多い気がして多いですねであの流行ってますその中で結構びっくりしたのが三平三平さんっていう先輩芸人がいましてその方がんかある方からちょっと聞いたんだけどびっくりしちゃってさって話がその時空の歪み系なんですけどちょっと経路が違くてまあその お話をしてくれた男性の方が当時小学校3年生だった時の話なんですで、小学校3年生の夏休み明けに学校に行こうと思ったら熱出しちゃって2日ぐらい寝込んだんで自分だけ夏休み明け 2, 日間2学期がみんなからすると2日間遅れてスタートするみたいな2日後に学校行ったらしいんですねまあ小学校3年生クラスに行ったらあれクラス間違えたと思うぐらい全員生徒の 顔と名前が違うんですって誰も知らないよっって思ったんです、はい、ですもみんなが普通に、まあ、A 君とすると「お A 大丈夫だった、うん、熱もう引いたの?」なんて普通にこう話しかけてくると「うん、えみんなは普通に僕に話しかけてみんなは何の違和感も」でも誰もわからない「うん、え何何何何?」って思うわけですよ。って時に担任の先生がガラガラガラって入ってきたら「担任の先生だけは同じなんです」って。お<ー>であれ 先生は一緒え,え何何何ってパニックなんでですよ、うん、でやっぱりねそういうことになってくるときっと先生も僕と同じ気持ちに違いない、うん、だから授業が終わったら先生に相談しに行こうと思ったんですって、うん、で,でもやめたんですなんでかっていうと、うん、その先生がですねあの授業を始めた時に普通にこう話してるんですけど「えー、山田あごめんあささ佐藤だったごめん佐藤」えー「富田あごめん小林」とかってちょくちょく名前間違えるんですって、うん その名前間違える最初に間違えた名前っていうのが以前そこに座っていた生徒の名前なんですほう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 。じゃあやっぱ先生も同じなんだ先生もみんな名前も顔も変わってるけど戸惑ってる最中なんだそう相談しに行こうと思った時に次先生が自分のことを当てるんです A 君のこと、うんうん、その時に先生が自分の名前も間違えたらしいんですおーほほ <laughs> ようできたオチやねそれでもねはい ってなるとあじゃあ僕も先生からしたら同じように変わってしまった生徒なのか、うん、みたいなことを思ったその後まあ転校になってしまうんですってだからまあそれでそのことはわからなくなるんだけども、うん、やっぱ後日、まあ、大人になってやっぱ写真見返しても自分が思ってる友達たちじゃないんだ、うん、これ何なんですかねみたいな話を言うんですけどこれ系多いですよね。ねねこれ系系系多多多いい、ね、い今時空の歪み系多いかかあと魔物系多くないですか <laughs> <laughs> 魔物系だもうその単体というかもう集合体になっていてもう殺戮マシンのようになってるはい、はい、でそんなものが襲ってくるんですけども、はい、なぜか魔物っていうのは部屋に入ってこれないとかあそうや、ね、どこか部屋に入ってこれないんだけれどもでも僕らが一番油断するような姿格好声で油断させて外にこうおびきをさやねははいいはい、はい 何とか来てもらおうと外へただなんか完全なコピーができてなくってどこか違和感があるんだっていうあれ多い,ですよ、ね、多いなあそれねあん、ま、あなん典型的には耳なし方一置と思うけどあと赤ずきんちゃんも、まあ、赤ずきんちゃんとか同じパターンやからねそうですね、うん、累計分けていくとそういうことやね、うん、最近あれもよく聞くなーなんて思ってたんです、うんはいはい。

着いたら目的地着いたらいなかったシートがぐっしょり濡れてたって、はい、これまあほんまに京都の緑ケ池であった話であの当時新聞よく載りましたからね<ー>こんなんがありましたって言って、はい、それが累計だって全国に広まったがタクシー階段ですよね。うん、うんうん 時代にやっぱよってありまとそのなんかものが出てくるとそれにまつわる階段が増えてきて、うんうん、例えばあの顔認証っていうね機能が出てくると誰もいないところを撮ってんのになぜか顔認証するみたいなもうだからそれの逆手が松原谷氏であれガチもんでああいいつ認証せななからな <laughs> あとよくあるのがあの車の対物センサー。はい 誰もいない。誰もいないところでね。ピ,ピピピピピピピってなりますよね。そうそうそう。で最近よく、あの、あ、こんなんもあるんだと思ったのが、うん、あの。ルンバ。うん、自動お掃除機ロボット。はい。あれが普通に、何にもないのに、いつもここだけは掃除しない,ってい。ああ<ー>。a. I. が何を避けてるんだみたいな。そうや、ね。何を感じてんだ。だからな、そう、それもあるね。あとシリですよね。はい、シリね。 シリもなんかよく言うねシリ幽霊はいますかって言ったらここにあなた後ろにいますよとか答えるとかいう <laughs> あれ実際に答えよるかねああやって時々何回に1回かは。うん、とか階段増えてきましたよねそうやねカーナビの階段も昔カーナビできた時玉川ありましたからね、えーはい、いつも同じ墓場に行くとう、ね、<笑><笑>そう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 やっぱ時代によってとかそう何か新しい何か,か,か何かができた時にグッズができた時にそのグッズに最先端のグッズにまつわる階段とか出てきるんだよね。 もうね、あの仮想通貨階段とか <laughs> メタバース階段 <laughs> とか仮想空間の幽霊みたいな話も出てくるかもしれないですよねでもあれね多分やけどさの時空歪むやつも誰かがやった階段のやつですごい面白い時空歪み系があったんやと思うで<ー>それを聞いた他の階段誌がこう時空歪み系面白いなと思い出したからちょっと広がっていってるんちゃうかなあちょっとトレンドになってトレンドに今だから時空歪む系とかタイムスリップ系はもちょっと新しい怖がらせ方 の一つなんやろうねだからあの、はい、一番「にちゃん」で有名なったあ,あれから「時空歪む」系も結構出てんねんと思うんだけどねタイムスリップ系はで。僕すごいいいなと思ったのが「時空、うん、歪む」系ってまあ過去の話多いじゃないですか、うんはい、で過去って誰しもちょっとか記憶あやふやじゃないですかそうや、ね、だからあれなんか俺もそんなことあ,るあったかもあの友達ってもしかしたら「あれいたっけ名前なんだっけ?」って<ー>誰しもちょっと共感できる部分ありますよね。 クラスの中の名前を思い出せないやつっていう存在があって「えあいつおったっけ?」ってあの同窓会とかった時に「ああんやつおったよな」って「嘘そんなやつおらんやろ?」って必ず絶対みんなの記憶あやふややから「えあいつあの筒井君おったやろあいつ」って「いや筒井俺覚えてないでえ俺だけ <laughs> 筒井覚えてんの俺だけいや筒井おったやんな」って「いや筒井なんか知らんっておらんかった」ってって言ったわけ「筒井って俺え なんか俺が勝手に作った友達みたいななんかあるやんあの辺のなんか人間の心なんか不安定さは面白いよね階段の中でだからなんかこの幽霊ががっつり見えますっていうのはみんな共感しづらい部分ありますけど、はい、その時空歪む系とか過去の記憶違い系のっていうのはみんながなんかわかるっていう下地があるからまた広まりやすいす、ねね、広まる今の今ね面白いなと思ってるのが 山の階段っていうジャンルがでできたでしょあれもね田中康弘さんとかがやってはんねんけどもう3階っていうのも山だけの階段でジャンルが新しくできてるのも面白いなと思ってえ,ー、え山の階段ってそんな細分化されんのみたいな <laughs> <laughs> と思っててんけど今は山の階段僕もすごい好きで面白いですよね面白いだ山の歴史っていうのもなんか考えると面白いですもんねそうなんですよねでただね 僕最近ずっとこう階段をいろいろ掘ってて面白いなと思うのがなぜかわからないけどなぜか女の霊っていうのはなぜあの「ワンピース白長い髪<ー>つまり貞子ですよね、はい、みんなが簡単に思うあの形からはなかなか女の幽霊は脱却しないよねこれごめんなさい誰かがねそれのね、うん、すごく僕が腑に落ちる、ね、解説してたんですよ。ご、えーね、ごめめんんんなななささいいか あのそれはもうあの映像的なことなんですけど、はい、とかあと人間の視覚的なことらしいんですけども、はい、なんかパーンっていう時に何か白い長く長細く白く、はい、で黒いものがポーンって見えるみたいな見え方するとか映、うん、り方するのがよくあるとああそうかだからなんかこう人間の脳の、はい、中の,その見え目,目から脳に行く時にあれか視覚的なものの了解の仕方がそれが一番多いのかもしれない、ね。ななんんかそんな話をされててああ だからきっとそういうような。そうか。いや。でも実際に。俺はその白い幽霊っていう長い髪の貞子っぽい。幽霊は実際に見たことはある。<え>それはあの有名な。京都。あのじゃあ鎌倉の旧鎌倉トンネルにロケ行った時に、それは俺と池田貴族で2人で見た。 まだあのぐらい俺霊感あってんだと思うわ <laughs> 霊感って弱くなっちゃうんですかいや年齢とともに <laughs> あの時でも俺とと池田貴族はちゃんと見たよ <laughs> <ー>いやそれはロケあの,その旧鎌倉トンネルで真っ、ま、車を止めて夜中の3時ごろに車止めてねホン鳴らしたら上から何かがバーンと降りてきて手形がベタ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 っとつくあの都市伝説ありますね旧鎌倉トンネルの。はい それを実際に鳴らしたけど何も10分ぐらいもあったけど他の車来たら怖いからってもう行こうって電気つけて向こう行ってでしばらく走って車を降りて手形の検証しようぜって言って俺とあの池田貴族とグラビアアイドルとか手形の検証した時にこう見てた時にねカメラマンさんがその旧鎌倉トネのまた撮ってたよロングで何か出てくるかもしれんと思って、ええ、ほんなら池田貴族君が急に俺をポンって肘を押して「うん何?」って言ったら。 さんちょっと上って言ったら車の上のワンボックスカーの車の上からなんか女の女って言うかおかしいけど白い布みたいなのがスル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 って降りてきて池田家族が「これや!」って言ってんけどもうカメラとか追いつかんかって<ー>ほんまま白いその布みたいなのがスーッと降りてきて車の下にさーっと消えていって車の下にいてるけど何もなかった。<ー>でも池田家族と僕は二人池田家族の二人で「見たよな」ってさん「いや俺も見た見た」って。 怖って言ってマジであれでも今の布っぽいなってでも俺も布っぽく見えたでもほんまに白い布みたいなのがスル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 俺りてきたのは見た今考えたんですけどもまあ白いワンピースもそうですけど、うん、昔言ったら白装束じゃないですかそうやねやっぱり何かそういう服着てるんですかねなんかわからんけどでもあれは俺の中で鮮明に覚えててへえ であれカメラに収めれなかったんやけど、まあ、カメラがその時に、ね、一画目しかなかったからそっち方向行ってなかったからあれやってんけどすげえもん見たなってってすごいっすね <laughs> これこれ何やってんやろうって,ってこれ今の時代だったらもうバズってましたねバズってるもうほんまにあんなもんもし映像でちょっとでも撮れたら <laughs> もうほんまに再生回数200万回ぐらい買ってたんだと思うな <laughs> 北野誠の「深夜の雑談」 はい。ということでございまして、なかなかと喋っておりましたが。え、もうあっという間です。あっという間ですね。はい。まあ、ほんの線だ,だけしておきますけどあ。ありがとうございます。運とふんの正体でございましてね。はい でもあの、えー、こちらも出ておりますけども S B 新書が出ておりますけど、はい、皆さんちょっとあの自分がついてないなと思った時はこの本に読まれるとちょっと心安らぎますよ。はい。た <laughs> だねまあ年末ですからね、はい、新年に向けてちょっとねあのそう。まあこれ読んでいただくとあこういうことすると運気が上がってくるのかなみたいなのって、はい、そうなんですよまあ2023年のリセットですね。はい。そういう意味ではこういう本読むとちょっと本当に心ほっこりするかなと思いますけどね。お願いいたします。次回は新年1月8日の予定ですがまたゲストなどは未定でございますので。 また近づいたらズバリで告知したいと思いますけどもでもあの島さんはでも今ずっと占いと会談を割とメインにやってますけどあと他なんかこれからさっきんかこんなしてみたいなのあるんですか、えー、まああのー 犬のまあね、<で>はい、あの肉球占いはやってみたいですね、完成させたいですね。肉球占い手の次は肉球行きたいですよね。何がいいって犬って喋んないじゃないですか。はいはい、言いたい方だなと思って。<laughs> <laughs> ああすごいなんかや野生的ですねとかグ、グルメですねとかね。<laughs> それをそれの情報欲しがる飼い主がおんのかどうか <laughs> 問題やけどね。まあ今ね。でもでもほんま都市伝説とか怪談とか今ほんまにね YouTube と なんか親和性が高くて面白いですよね、はいはい、まあでもあのお笑い芸人が今会談やってるやつも多いですもんね今やっぱりこう話術が皆さんねあるし、ね、ちゃんと基礎を点結してるのでねそうやね、はい、まあでもどうなんやろうねあの、まあ、一つや二つはみんな怖い体験してるからねそうなんですみんなそのねちょっとこう自分の話なんてって思わずぜひ話していただきたいですよね、はい、そうですよで,そうなんで意外とねあのあのあの のね島田さんのやってるやつは見てると面白いなと思いますけどねあれは意外な人がねそやねいろんな人いろんな人女と思いながらいやあれスタッフよう探してくんなもうあれ本当にありがたいですねやっぱはいだしょうこさんが僕はすごくインパクトありましたね歌のお姉さんってねあれだけう可愛らしい好きな方なのに話し始めたらそんな体験してるんですかみたいなよねだから喋りたかったんですねいやあのね の大概危険なねアウトサイダーな人間たちが出てきてねあれなんで喋るんかな思ったら思ってましたし誰かに聞いてほしいんですよ。 やばい話とか怖い話って人に喋りたくてしょうがないってねやっぱあるんやねあれは僕ちょっと最近思うのがやっぱり怪談ってこう、はい、まあちょっとね普通に聞いたらなんだよって話じゃないですか、うん、でもそういうものがあるかもしれないっていう前提で聞いたらやっぱりこう受け入れて、はい、でそうすると今まで話せなかった人も話せるっていう、はい、なんかすごく実は優しい世界なんですよね あの階段の幽霊の方がロマンありますね,ねそ,そんな内容とかじゃなくて、はい、そういうのあるかもしれないと思って、うん、うん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 ってこうみんながこう聞いてくれるっていうね,ねあの空間って優しいと思うんですよそうやんねあれ面白いよね、うん、僕も階段ってなん,かなんか好きなんはやっぱほっこりするよなと思ったりしますけどねはいということで今日は島田茂さんどうもありがとうございましたありがとうございますいや僕はほんまに小学校に年る時筒井君と一緒やってて本当ですかみんな知らでんっんてなントでなか 歪んでた,たち <laughs>、はい、どうもありがとうございました。